群馬県館林市高根町にあるラーメン田島さんに来ています。外観インパクトすごい。この部分はトラックのコンテナだそうです。この外観は店主様の手作り。すげえ。ずっと通るたびに気になっていたお店です。それでは中へ。店内はコンテナとは思えないクオリティ。店内も全部店主様が手作りです。ボトルキープがすごい。下を見てください。コンテナ感出てますよ。この椅子は小学校の椅子だそうです。卓上はこんな感じ。メニューです。今までは佐野ラーメン系だったそう。今は全てが品そば。お得なセット、夜でもこの価格です。写真があると見やすい。ジンジャーもあるよ。もちろん麺もスープも手作りです。そして全てのものが無加調。チャーシューも手作りだそうです。店主様は自衛隊経験を経て、ラーメン屋経験は10年。自慢とこだわりの詰まったラーメンです。つまみメニューも多いんですが、店主様はラーメンを食べてほしいそう。でもつまみの方美味しそう。お話が大好きな店主様がおすすめも教えてくれたりしますよ。店主様はお客様と話すのが楽しみらしいです。明るく気さくなご夫婦です。常連様にも愛されている店主様。旦那様は炒め物、奥様はそれ以外を担当。たくさんのお話を聞きながらで楽しいです。豊富なメニューにつまみ系は単品もあり、お米もついて定食にもできるのが嬉しい。チャーシューは8から10時間かけるそうです。麺は7日寝かせ、こだわりが。おでんはレトルト。落ち着いていられる店内の雰囲気もいいです。お酒飲む人も飲まない人もどっちも嬉しい。もつ煮も美味しそう。メニュー悩んじゃいますね。佐野ラーメン系から品そばになったのは、奥様が品そば推しだったそうです。鶏皮炒め550円、ドロリン。こちらは店主様おすすめの品。鶏皮がたっぷり。ニンニクは丸ごと入っています。炒めてる時もめっちゃいい香りがした。こちらは炒め物なので店主様が担当。それでは見てみましょう。具材はニラ、もやし、人参、鶏皮、うまげー。それではいただきます。わー、美味しい。相方に目で合図。相方のつまみなんですが、今回も取り上げそうです。ニンニクはホクホクです。鶏皮は柔らかくて最高。鶏皮炒めあるようでないんだよね。レディースセット800円、ドロリン。私はレディーなのでレディースセット。こちらのポテトサラダも手作りだそうです。餃子ももちろん手作り、大ぶりです。ラーメンは醤油か塩から選べます。私は塩を選べました。半ラーメンって言っても全然量あります。これ800円嬉しい。ポテトサラダはどうかな。他のお客様も頼んでいました。これ人気だろうな。それではいただきます。わー、優しいポテサラ。これめちゃくちゃ美味しいです。これ大好き。餃子を見てみましょう。焦げ目は最高、あんはたっぷりです。それでは割ってみましょう。具材が大きめでゴロゴロ、うまげ。それではいただきます。うわー、ニンニクが効いてる。あんの食感が残る大ぶりな具材がうまい。スープはどうかな。いい色だ。麺はどうかな。
天使様が作る麺です。スープからいただきます。美味しい。かなりさっぱりしてます。麺も食べてみましょう。もちもちの食感が美味しい。天使様のこだわりが詰まってます。さっぱりしたスープに麺がとても合います。これはとっても美味しいね。お酒飲む人も締めとして最高。箸が止まりませんね。チャーシューも美味しそうです。とろっとろな感じ。箸で持つと崩れていっちゃいます。うまげー。それではチャーシュー食べてみましょう。とろんとろんです。美味しい。チャーハン550円。どろりん。色がカラフルで素敵。まずはネギたっぷりのスープに、彩り豊かなチャーハンです。ピンク黄色緑とカラフル。めちゃくちゃいい匂いがしています。ボリュームもなかなかのもの。うまげー。スープどうかな。おいしそう。それではいただきます。あっさりさっぱり、スープおいしい。チャーハンも見てみましょう。パラッパラのチャーハンです。ある意味スプーンですくいづらいほど本格的だよね。かなり。それではいただきます。口に入れた瞬間、桜エビの香りが、グリーンピースが弾ける食感も、胡椒などの味付けもベストです。パラパラチャーハン口に入れたら弾けてくる。これすごい美味しいです。卵コーティング最高。鶏皮炒めごちそうさまでした。レディーセットごちそうさまでした。チャーハンごちそうさまでした。このレンタルルームが気になって、見せてもらえることに。こちらは先ほどのお店とは別宅です。4人掛けのレンタルルーム。電話番号にかけると料理運ばれます。そしてこちらは最大14人のレンタルルーム。カラオケができてどんちゃん騒ぎ OK。 1人500円で入室可能です。それでは振り返りです。気さくな天使様に本格ラーメン。別宅は店舗裏なので歩いていけるよ。会社の飲み会などに使えそうです。何を食べても美味しかった。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。